から何度言わせるのかな。エルンはさ、もうダメなんだってば。いい加減この話するのやめた方がいいよ。いえいえ、ここは私たちがこだわるべき点です。たとえ起動時期が早いヒルドといえど、引くことはできません。まあ製造時期は一緒だし、そこは気にしなくてもいいんだけど。そうじゃなくてね、もうダメなんだよ。わからないかな。ヒルドこそ頑固が過ぎます。個体傾向の範囲を逸脱しかねない頑固ぶりですよ。それ胸に手を当てて言える？それは確かに。あ、マスター、いいところに。あのさ、ちょうどいいから聞いてよ。もうエルンたらね。あ、ずるいですヒルド。それを言うなら私だって、その言いたいことがあったりなかったりします。ないならないでいいんじゃないの、ヒルド。冗談冗談。まあでもこの話はもうおしまいだよ。え、もうバレンタイン期間だよね。それでしかも目の前にマスターがいるんだよ。これはもう時間切れ。渡しちゃう他にないんじゃないかな。それはそうです。私の負けですヒルド。よしよし、エルンってばかわいいな。私たち根っこは同じなんだから、勝ちも負けもないんだよ。私の言い分が勝ったように見えてもね、結局のとこ私たちみんなの勝ちなんだからさ。はい、そうですね。では切り替えて行動に移ります。今ですよね。うんうん、ということですので、マスター。えい、まずは成功です。こうしてルーンで周囲に幻を展開しつつ、改めてマスター。はい、チョコです。これだけだとあまり可愛くないかもなので、リボンをつけた方がと主張していたのですが。でもヒルドの言う通り、こうしてマスターにお会いした以上は、機会逃さずお渡しすることこそ肝要です。ですのですみません、リボンないですけど。はいはい、しょげないしょげない。もうエルン落ち着いて、ほらよく見なさいな。せっかくの機会なんだから、贈るものはできる限り可愛く飾ってあげたい。その気持ちはわかるよ。本当にわかる。だって私もそう思うもの。でもね、リボンあったら確かにね、パッと見で可愛さはわかるけどね。でもその代わりにね、グレネードってネタがさ、霞んじゃうんだ。これにリボンつけたら、パッと見なんだかよくわからないと思わない？それはそうですね。ね、そうでしょ？
それはそう。あれれ？見れば分かりそうなものなのに、私ヒルドと口論するぐらいまで。あれ？情報同期しないまま考え込んでいた。そんなことはないのに。あれ？あれれ？ワルキューレとして私もしかして機能不全を？違う！かどうかはお父様がいないからわからないけど、心配いらないよエルン。スルーズもオルトリンでも大体そういう感じだもの。だから平気。リンドたちも多分そう。今頃似たような感じになってると思う。そうなのですか？ふっふっふ、そうなのですよ。あんまりピンとこないけど、戦乙女は繊細だからね。いろんな挙動が起きたりもするってこと。キルドお姉さんも鼻が高いよ。うんうん、大人になってきちゃったね。なんですかその言い方。真っ赤になっちゃって可愛いんだ。ヒルド姉様だって可愛いところ知ってるんですから。私えって姉様呼び出てるし、エルン。昨夜のヒルド姉様、情報同期しないまま食堂で夜明かししてましたよね。え、それってつまりガチ勢英霊の皆さんと徹夜で話し込んでたのでは？確かに話し込んではいたけど、それだけだよ。聞かなくてよろしい。聞こえない、聞こえない。マスターは聞こえてない。それでいいよね。あ、ヒルド姉様、アプローチすっご。じゃなくてお姉様ずるい。いやいや、ずるいとかそういうのじゃなくてね。ただね、聞こえなくていいことはね、密着じゃないですか。お姉様ったらいつからガチ勢に。やっぱりヒルドお姉様、今日という日に何か特別な。ん？そういうことはないと。ないと思うんだけどな。